どうぞ。はい、次にさっき乗せた箱穴を一人で下ろします。いいですか。で、まっすぐ引き抜いてください。はい、ここまで来たらここシャッター部分の上を持ち上げます。で、下ろします。で、上げて下を持って引っ張ります。はい、これで一つ下ろし完了です。次にもう一つ下ろします。中のコンパネを抜いて、はい、コンパネは持って帰るので軽トラの横に置いておきます。次にこの LL サイズを下ろします。先ほどと同じように引き抜きます。はい、少し軽トラに少し乗った状態にしたら下ろします。で、同じようにシャッター部分の上を持ち上げます。で、歩かせます。で、下ろします。で、上げてそこを持って引っ張って設置します。で、設置したいところにまで来たら下ろして蓋をつけて設置します。以上です。